演舞開演。しらシャトレーゼの磯辺餅を食べたいと思います。シャトレーゼの商品メニューは初ですね。なので楽しみです。昔はよく食べてたんだけどな、シャトレーゼのアイスクリームは最近はきり年取ったかな。ではいただきます。おっと、二重になっているんですね。うわ、見た目から想像してたのと全然違う。お餅に染み込んだお醤油の味だけでなく、焼き海苔の香ばしさ、磯の香りもしっかり生きていて、甘さとは違う楽しみ方ができました。甘さは控えめなので、ちょっと大人向けのお餅かもしれませんね。お正月に食べたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。